アイラ島の蒸留所ラフロイグは、ビームサントリーが保有する、スコットランド西海岸沖に浮かぶアイラ島に所在する、シングルモルトスコッチウイスキーの蒸留所、及び、そこで産出される、シングルモルトスコッチウイスキーの銘柄である。独特の強烈なピート湖を持つのが特徴。ラフロイグとは、ゲール語で、広い湾のそばの美しい窪地を意味する。キルンの屋根にある特徴的なパゴタ型の、 煙突創業者のジョンストン兄弟は、ドナルド氏族に属し、元はマッケイブスと名乗っていたが、ジャコバイト放棄に失敗した後に名前を変え、1810年頃にアイラ島のラフロイグに定住した。ジョンストン兄弟は、牧畜と並行して、家畜の飼料となる大麦でウイスキーを作り、兄弟が上流したラフロイグのウイスキーは、島内で評判となった。1815年に、 ジョンストン兄弟は家畜の飼育を止めてウイスキー蒸留一本に絞りラフロイング蒸留所を設立した。兄弟の子孫が蒸留所の経営を引き継いだが1887年に経営権はハンター家に移る。1954年オーナーのヤンハンターが死去。遺言により経営権はイアンのマネージャーをしていたベッシー・ウィリアムスへ譲渡される。 ベッシーはもともとウイスキーの上流とは無縁な会社員であり、アイラ島へはアルバイトとして訪れた。スコッチウイスキー史上最初の女性の上流所所長となったベッシーにより、現在のラフロイングの製造プロセスが確立された独自のフロアモルティングと品質を保持しつつ生産性を高めることに成功し、また、テネシー産のバーボンソンが導入される。 ベッシーは1970年まで所長を務め、現在のラフロイグの名声はベッシーによるところが大きいと言われている。1960年代にはロングジョインターナショナル社に売却され、その後、アライド・ドメック社の一部となる。2005年、ペルノル・カール社がフォーチュンブランズ社をパートナーとしてアライド・ドメック社を買収。2011年、フォーチュンブランズ社の上流種部門が分社化され、 ラフロイング上流所は、ビーム社の一部となる。2014年、サントリーホールディングスが、ビーム社を買収、ビーム社は、ビームサントリーと解消した。現在は、サントリーホールディングスが、ビームサントリーを介して、ラフロイング上流所を所有している。チャールズ皇太子御用達のウイスキーであることも、有名であり、モルトウイスキーで初めて、プリンス・オブ・ウェールズ御用達の認定を受けた。 その証明として、ラベル上部の真ん中に、それを証明する、プリンス・オブ・ウェールズのマークが描かれている。ラフロイグは、最も強いフレーバーを持つスコッチウイスキーの一つと考えられている。通常、10年まで熟成が進むが、15年ものも珍しくない。しかし、30年もの、40年ものは稀である。熟成の際に、スピリッツが詰められる樽は、 バーボンのファーストフィルのみが使用される。小さく銅がくびれたポットスチルを使用することでカットが遅くなり最後の型のカットで絞り込まれるフェノールの値が最大になる。歴史的なウイスキーのテイストを再現するためにラフロイグは実験を行い2006年ラフロイグクオーターカスクが発売された。より小さな損を用い、 冷却炉化を避けることによって100年前のウイスキーのような味がするとされる。一般にウイスキーは加水することによって香りが引き立つとされるが一部の人々からはこのウイスキーのピート香をより強める方法としてわずか一滴の水を加えることが好まれている。海藻やコがケ量に含まれているピート独自のフロアモルティング 仕込み水に使用されるピートが溶け込んだサーネグバーン。川の水はラフロイグに独特の香りを付加する。ウイスキーやインカでさえ大好きか大嫌いか、両極端に分かれる極めて個性の強いモルトであり、ラフロイグのテイストはとっつきにくい。そのフェノリックでピーティなニュアンスは、瓶詰めの煙、ドチンキ海藻、あるいは消毒剤にすら例えられてきた。しかし、 この強烈な風味は、バーボンソンが持つ甘さによって和らげられる。アメリカで禁酒法が施行された時代、ラフロイグ上流所は、この液体は、酒ではなく薬の匂いだと主張して、合法的にウイスキーを販売した。しかし、ラフロイグを好む人は、そこがいいと思っているようである。イギリス国内では次のラインナップが用意されている。1994年、 フレンズ・オブ・ラフロイグ・クラブが設立された。メンバーは、アイラ島の土地一平方フィートの終身賃借権を与えられる。賃借料は一杯のラフロイグで、上流所を訪問するか、通常販売品を購入後オンラインで直ちにもらうことができる。ありがとうございます。